さあもうすぐですよ、博多駅そば。博多駅そばじゃない、もうこの辺ですね、筑紫口ですよ。え、ここら辺だよ。あ、もう多分この辺り。あ、ほんと。あ、この辺り、ちょっと止めてください。よし、じゃあちょっと駐車場入れるぞ。はい。お寿司？いや、違いますね。サンライフホテル？はい。1階。はい。なんていうお店？武蔵？武蔵？あの竹蔵って書く？あ、竹蔵。あ、そうなの？この通りで間違いないですけど。あれ？そこだと思います。どこ？その右手の。これ？あ、そこじゃないかな？ここだ、ここです。うわ、ここ。うまい肉体験って書いてある。ここ。すげえ。ここ。博多牛まぶし？あ、そう。初めて聞いたぞ。そう。わ、あ。あ、どうも。あ、すいません。あ、いや、実はですね、はい、僕 YouTube やってるんですけど、はい、その普通にお金出していただきますので、はい、撮影して逆にお願いしたいです。おー、マジですか。よかった。写しても大丈夫。バンバン写しても。あー、よかった。顔もいいですよ。すげえな。もうすげえです。牛まぶし、これ。うまそう。うまそうだね。初めて聞いた。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですよ。あ、林と。あ、すいません。ありがとうございます。ちょっと名刺が。いや、もう。写しても大丈夫です。あ、大丈夫です。すいません。博多牛まぶし。はい。で、どう？ここオリジナルですか？あ、いや、牛まぶし、その肉まぶしっていう料理は、はあ、全国あ、そうなんですか。関西とかそっちの方があれみたいです。へぇ、それをちょっとこの町で博多風にアレンジしてってことですか。はい、はい、そうです、はい、だってだから福岡でやってるのはあんま聞かないですもんね。そうですね、はい。うわ、じゃあちょっと入っていいですか。おいしそう。はい、どうぞ。楽しみ。しかもめちゃくちゃな。いらっしゃいませ。失礼します。失礼します。もう店内入ったらさ、牛肉のいい匂いが。香りがすげえな。これ、これですね。もうこれ一択ですね。肉まぶしの美味しい召し上がり方。いいね。厳選した和牛本来の味をお楽しみください。レアに焼き上げてます。あ、なるほど。レアに焼き上げてるから、うん、石使って焼き具合。なるほど、石で自分で調節するんですね。そういうことだよ。なるほど。で、薬味乗せて、うん、和牛茶漬けにして、うん、あ、これか。あ、それですね。 1.5 倍の方が絶対いいような気がする。そうですね。いや、ここは肉増しでいいと思います。2倍はちょっとやりすぎでしょ。そうですね。1.5 倍。はい。よし。いやー、いろいろあるんですね、一応。嘘。いいね。嘘。よし。はい。あ、なるほど。だから、一応我々いつもこの通常のやつ頼みますけど、はい、この上和牛肉まぶし、それから極上和牛肉まぶし。なるほど。すいません。はい、お願いします。そしたらですね、はい、この和牛赤身肉まぶしのご飯大盛りで肉増しの 1.5。 肉増し 1.5 です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一番出るのはどれですか。一番出るのはですね、この上和牛肉まぶしが、はい、よく出ます。あ、まあ、まあいや、どんな風に違うんですか。ですね、お肉の、はい、こちらは和牛の完全に赤身のお肉なんですけど、はい、じゃあ少しサシの入り具合が、あ、はい、なるほど、はい、ちょうど極上はすごくサシが入ってるんですよ、はいはい、脂の、まあ、この和牛っていう感じですね、はい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 、で、そのちょうど中間ぐらいのちょうどよく柔らかく、はい、味わいも深くて上和牛肉まぶし。上和牛、ありがとうございます。ご飯大盛りの、はい、上和牛のご飯大盛り、はい、の 1.5 で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。来ました。来ました。
うわこんな感じになるんや。うわじゃあおひついきますよ。そうですね。オープン。うわすげえ。すごい。これはすげえ。ちょっとさ溢れてるよこれ。うわすげえ。すげえ。持てないよ。失格。うわ。これね、タレがかかってるんですよ。だからまずそのままで、はい、いただきます。はや。おいしい。なあ。あのね、肉のうまみ。これがもうストレートにガツンときます。あっさりしててめちゃくちゃ上品。これね、ああここにフライドガーリックとか、ああそうなんですよ。薬味？薬味。へえ。で塩。ちょっとさ塩とかもちょっとね。うおお。うわ美味しそう。ちょっと塩をつけて。はい。うんま。これさまだご飯見えてないですからね。うまそう。でこれを、はい、あすごい自分の好みに合わせて焼くこともできるんですね。焼けるんですよ。なるほど。あ美味しそう。なあちょっと待ってここにちょっと、はあ、んちょっとこれは七味と七味少し塩塩塩あうわよしあー美味しそう。ガクここ正解だぞ。ちょっとさいやー美味しそう。これさちょっといい。あ少しさ七味七味かけて、はい、でフライドガーリックをちょっとフライドガーリックはいで、うん、ちょっと特製だね。ああ美味しそう。これでさうわ美味しそう。いやちょっともうガーンと行きたいね。のうわご飯出てきました。うわ美味しそう。出てきたね。うん。ガクもう本当に牛肉のうまさ一発です。でも火の入れ方でこんなにもうまくなる。でねこのタレがねちょっとねあっさりした甘めのタレなんです。これがなんか博多の美味しいタレだなっていう感じがする。もうすげえぞ。うわうまそう。こういうねで薬味わさびわさび、あわさびいいっすね。わさびよわさびな。いやまたこれも最高です。じゃあ茶漬け茶漬けいっちゃうよ。うわここに、はい、これは五色のあられ。あーへーなるほど。あられなるほど。そして、はい、ネギ、はあ、そして海苔。ここに熱々のお出汁かけます。あー美味しそう。あー美味しそう。うわいいね。そういいよこれ。じゃあ行ってみましょうか。うまそう。うまそう。いただきます。うんまっ。うまっ。ガク。うんうん。このね和風だしと肉のうまみとそれからこのオリジナルのタレ、これがもう最高です。うまかったね。あのね、もともとね
あのオーナーのご両親が春日で焼肉屋さんやってんだって。だからもう肉にはもう絶対の自信持ってるってことなんで、皆さんぜひ博多駅筑紫口のところです、武蔵うまいです。